関係者の皆さんが野萌えに参加しながら喜びを感じていく、こうしたことがまた来年の行事につながっていくと思いますので。南相馬市の門馬市長は、ワクチンの3回目接種が進んでいることなどから、今年の相馬野馬追は本来の規模で行うと発表し、期待感を示しました。おととしと去年は新型コロナの感染拡大を受けて規模が縮小されたため、新規争奪戦や甲冑競馬などは3年ぶりの開催です。もうダメだということで馬を手放す、あるいはもう馬に乗れないという方が増えてくるのを心配しております。これがやっぱり1年に1回でも乗れるということになりますと励みになりますし、準備も続きますので、そのあれがやっぱり一番大きいです。はい、ただ感染対策として観客に沿道で密集しないことなどを呼びかけ、観客同士の間隔を取るため指定席などは3000席ほど減らされます。相馬野馬追が本来の規模で開催されることになり、早くも期待感が高まります。コロナの影響もありましてですね、すごい落胆しているところはありますので、そういったものを見てですね、元気になって街の活性化につながればいいなと思います。新規争奪戦、それを見てみたいなって思いますね。今回の決定が追い風になると期待される場所もあります。今年3月の地震で参道の両脇にある灯籠は全てが倒されてしまっていましたが、現在は元通りに建て直され復旧工事を終えたということです。一方でこちらの太鼓橋は現在も崩れたままで手つかずの状態が続いています。出陣式が行われる相馬中村神社は、今年3月の地震で参道の灯籠や鳥居などに大きな被害を受けました。1500万円を超える修理費用の一部をクラウドファンディングなどで集めながら復旧を進めていて、本来の規模での開催決定が支援者の増加につながればと期待されています。相馬野馬追は7月23日から3日間行われ、観覧席のチケットはあさってからインターネットや南相馬市役所などで販売されます。